大塚ちゃんです。ですね、今回はですね、マクラシュライルやっていくんですけど、こちらのデッキをですね、今回やっていくんですが、まあ、またなんか変なの作ったやんと思われるかもしれないですけど、今回はこれは僕は作っていません。で、今回のこのデッキが、韓国の XBOW マスター選手が、作ったデッキなんですけど、知ってる人は知ってるかな？まず昨年の世界大会で、ベスト16で、からの、今クラロワリーグやってるんですけど、そのクラロワリーグの1対1の成績が多分総合で多分みかんさんの次に多分いいのかなっていうぐらい、まあ、ワンオンワンがめちゃくちゃ強いプレイヤーで、この、まあ、その方がですね、このデッキでグラチャで12勝も敗しておりました。ということで、早速使っていまして、平均コストがですね、2.6 なんですよ。ちょ、待って。まず相手の、今これ6勝2敗なんですけど、相手のキングタワーがまさかの8。まさかのボンバ。なんか、いろいろすごい。で、よしよし。でも回転早いんで、どんどん出していけばいいかなと思いますね。で、これはもう勝ったんじゃないっていう、いや調子乗った、やだやば、待って、調子乗ったくない、俺使った、いや、これはメガゴ戻ってきたら OKOKOK、 これでバルキリーが強い、いやー、待って、危ない危ない、タワーレベル8だからって調子乗ってた。まあ、こういうこともありますよね。はい。で、まあ、ここは、しょうがないですね。はい。ここから、しっかりやります。はい。ランバーゴースト、ネクロ、なんや、メガ、ボンバー。すごいデッキですよ。全然見ない。で、ここはウッドで、まあ、ボンバーを削ったら、多分ノーダメで、よしよしよし。でこのジャイに後ろからバルキリー当ててもいい、下から出してもいいんですけど、そしたら多分ネクロがめっちゃ厄介だと思うんですよね。さあ、押し付け。そうですね、このネクロにバルキリー当てたいですね。でもこのゴーストも厄介なんですよね。これは受けてから、待って、回転が早いの早いの。やばい、間に合わん。いや、吹きやー、いや、でも右、左落とせるんで、左じゃない、右落とせるんで、これは左にダメージ加えていきたいですね。で、ここの防衛、あ、待って、吹きや、そんなちょっかいです、ありがたい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 、え、やば、反抗期やん、吹きや、それがやばい、いい意味でやばい。で、ここウッド流してあげて、で、このプリンと吹き穴を出す位置とかも結構大事で、同時に処理されてしまわないようにしっかり左右に分けてですね、でこれバレル飛ばしてバルキリーで GG 来た、 OKOK、 これはもう5って勝ちましたね。いやー、相手すごいな、キング8 でしかも今相手打たなかったんで、まあこれ相性みたいなところはありますね。でも、あれなんですよね、さっきこれをマルチで使って、これですよ、このジャイ、今の相手の敵と似てるんですけど、ファイブオットザップの3スペの、まあ、ゴーストウィザードみたいなのにも勝てて、結構普通に強いなって思いましたね。ということで、まあ、次いきます、普通に強いなって思いますね。しかも、まあ、回転範囲で、使いやすい人は使いやすいと思いますし、もしかしたら、まあ、高回転慣れてないって方は結構難しいかもしれないですけど、意外とバルキリーがなんか強いんで、バルキリー出して後ろからフキアとプリンセス出しとけばなんか勝てるんじゃねみたいな感じありますね。ファイブ打ってバレル飛ばして、さあ相手30しか5れか、多分3死っぽいっすけどね、なんやアイスピンも飛ばして、あ、これ相手30死っすね、これ30死だったら美味しいっすよね、だってキアもプリンもいて、
いやいやだ、何が美味しいや、まくそうや、いやー、まず吹きはね、いや痛い、吹きはそんなチョコみたいなんで死ぬけど、これは多分三重心に対して絶対相性いいと思うんですよ。しかも相手ザップなんで、なんでこれは丁寧にやれば絶対勝てる、負けることはないと思います。ここでやったら多分ギャンクなんか来るから、よいしょ、あーしで、エリポンも壊して、よしよし、今相手はエリポンとギャングで9コス出したんですよね。僕はバレルと5で7コスなんで2ヤード今まで取りました。で、ハシマイプリンをここですると工場がゴムできちゃうんで、ハシマイプリンはダメで、これバレキリ出して30しかダメで出してきたら GG、あーすごく、あ、でもこれはアイスピン回して 5D や、よしよし、OKOK、 いやこれプリン延命したいけど、このアイスピンは無駄に終わりましたね。よくない、この1コスが大事で、まあまあまあ5を回していけば全然参る。 D 巻いては30しかないはず。 OKOK、でこれはもうガゴムレで処理して、惜しいっすね、惜しい、惜しい、待って、え、なんか死ぬの早くない、プリン多分30死が、惜しい、やばい、1体当たってないけど強い、なんか強い、これは左は多分そんなに防衛しなくていい。で、これはスケルトンだけ出してあげなくてもよかった。まあ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 。でもチャッチャバレル飛ばしてあげて、これをバレルを飛ばすのを10コスとかなるぐらいまで待ってると、相手が30勝タイミングよく出せちゃうんでよくないですよね。おい、じゃあこれ赤しましたね。いやー、危な。危な。多分これもっと余裕に勝てるはずです。まだ、まあまあまあ、まあまあまあ、デッキが強い、デッキが強い、はい、次っすね、よいしょ、よし、次っすね、よし、待って、正座してるから足のしびれが切れてきた、やばい。で、まあ、所定バレルとかアイスピあればガンガン飛ばしましょう。で、よし、これ欲しいな。これはファイボーが打ちたい、ね、じゃない、プリンセスで防衛が理想だけど、プリンセスないから吹き合いけてよ、よし、やばい、相手危ない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 、でまたバレルとアイスピ回ったんで、これで投げてしまえば刺さりますね。よいしょ、バレルとりあえず手札に回ってきたら投げとけですね。バレルが手札に回ってきたらもう投げとけで、投げてから防衛、投げてから防衛で間に合います。よいしょ、バルキリーが強い、バルキリーが強いで、いやこれを延命したいけど難しいな。あ、うまくね、たまたまで、もうバレル待ってきたんで飛ばして、でこれがまあチクチク入っていくんですよね。よし、よいしょ、で左も刺さり、でこれはバルキリーゴーストとかのために取ってきたいんで、これはプリンでいいですね。プリンと、おー、これ美味しい、これもうエサ、よし、でうん、これでいいか、これでよしよしよし、あー、でこれをこれバルキリーなかった時のゴーストとかどうすんのってなったら、これスケルトンで囲んであげて、でまあ今ギャング来たんで言っとったんですけど、まあスケルトンとアイスピとかでこうやって守れるんで、ちゃんとスケルトンで囲むことも大事っすね。よし、とりあえず、やばこいつ、ただ天才やね、めっちゃ読んでくるよ。でナイト、ゴースト、バルキリーなんか来るけど、まあまあまあ、これはファイアボールって、しかもキアが刺さって、これはもう
余裕ですね。ウッド転がして、これも、まあ、バルキリーでもいいですけど、スケルトンプラスのアイスピで、よいしょ。これプリンとケアがめちゃくちゃ出ますね。高回転なんで、やば。よしよしよし。でも最後はもうここで落ちたか。いや、落として、落としてほしい気持ち。待って、ミスターウッドミスター、よいしょ。いや、これ半端ですね。相手がウッドなかった時のこのデッキはもう勝ち確って言っていいかもしれないです。楽に勝てますね。てか、まあ、デッキが強いですね。はい、というわけで今回あの、まあ、エクソバスター選手が使っていたデッキの紹介です。はい、というわけで今回は以上になります。よければ使ってみてください。というわけでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。